今回のゲストは家事散歩初登場、石毛秀樹選手に来てもらいました。どうも。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様です。キャンプ中お疲れ様です。あの家事散歩めっちゃ見てくれてんやろね。あ、はい今のところまだゼロ散歩です。ゼロ散歩何うまいこと言うたつもりやけど全然うまくないからね、ほんまに。ほんまにこれからっす。え、一回も見たことない。ゼロゼロ散歩っす。去年岡山行ってたやん、夏から。はい、あの時もさ、岡山で家事散歩の存在知ってた？あんま岡山では流行ってはないんです。流行ってなかったのか。意外と他のチームで全然あれやな、絶対見てるもんやと思ったけどな。この、 あの家事散歩今回初めて出演してみて どうですか感想。どうですかって言ってください。いやいや、感想どうですか。このあ、家事散歩にこれあれゲストで出ることになった、出るのが夢でした。お前うさんくさいなほんまに変わってないな。2017年やったっけ、岡山で一緒にプレー。そうです、2017年です。17やな。そうやな、そうやな。でも去年もいい活躍してたやん。ありがとうございます。え、去年が14試合やったっけ。そうです、14試合です。で6得点やもんな。6点取りました。すごいな。俺あの前十字切ってエスパの時2019切って、そこからなんか見に行くって、俺も復帰戦見に行くってなんか言ってたっしょ。カジさん連絡くれましたもんね。おう、めっちゃ覚えてます。ずっと試合見ててんだから。それからほんで、あ、で復帰して、ほんでまた次のさ2020年さ、ほとんどさもう肉離れやなんやでほとんど試合出てなかったでしょ。出てないです。うわ、これ大変やなと思ってて、どうなっていくんやろうと思いながらも、でも去年ね夏から移籍、岡山移籍して、シュート打ってたやん。ありがとうございます。えらいゴール前でえらいテクニック発揮しながらボレーシュート打ってたやん、もう。ガチさんと一緒にやってた頃あんなテンポ取ってなかったっす。いや、あんな見たことないよ。うん、やったこと、練習でも出たことないです、あんな。いやいやいや、これガンバで出してな、ちょっと。はい、任してください。お、来ましたね。任せてください、来ました。やっぱここから出世していくんだよ、俺も。ああ、なるほどね。え、でもガンバのそのキャンプ参加してみてどうですか。今年からガンバに入って、ガンバの雰囲気。雰囲気はまあ、翔太と陽太が。ああ。翔太陽太、ターツ行ったらなんかあれなのな。まあまあ、その、その2人があれですけど、元気出してやってくれてますけど。まあ、でもやっぱやってて、まあ、上手い選手たちもやっぱいっぱいいるんで、うん、やってて楽しいです。これはあのファジアの岡山のキャンプとガンバ大阪のキャンプの違いありますか。サッカーすることじゃないですか。ファジアもサッカーしなかったじゃないですか。あのなんか壁みんなで乗り越えるみたいなやったじゃないですか。なるほどねやったねまださ、ヒデの時はあれや、無人島のキャンプなかったでしょ、岡山で。やってなかったでしょ。行ってないよね。無人島のキャンプが一番しんどかった。やばかったって、はい、聞きました。よう、でも来てくれて嬉しいわ、でも。本当、俺も嬉しいっすよ。その LINE でさ、連絡くれた時に、はい。あ、くんねやと思いながらさ、うわ、ちょっと、昇格なのみたいな。ちょっとガンバに、でもガンバも低迷してるからね、今。いや、昇格です。昇格なんやな。ああ、間違いない、昇格。間違いない、昇格です。また違うチーム行ったら昇格ですって言うんやろね、これ。いや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 、そんなそんな、ここでてっぺん取るんで。なるほど。もう今、怪我ないの？今はもう全然大丈夫です。大丈夫？はい。アピール具合はどう？今。順調っちゃ順調っす。でもまあ、周りとの、ね、連携合わせるのがね、なかなか時間かかるよね。チームとしてもやっぱ監督が変わって新しい戦術を落とし込んでるとこなんで、まだそんないきなりうまくいってる、全てがうまくいってるわけでもないんで、まあチームとして合わせながらって感じですけど。なるほど。まあ、もうちょっとチームとして合ってきたら、まあ、攻撃の時間とかも長くなってきて、もっと良さ出せるのかなと思ってますけど。いや、もうそれはもう多分前線に入るの間違いないでしょう。多分片野坂監督のサッカーでいうとシャドウ的なとこになってくんのかな。まあフォーメーションもまだ
そういう感じでいくか、定まりきってないというか。あ、まあ、選手見ながらでしょう。はい、いろんなフォーメーションも試してるんで、まあ、どこになるか分かんないですけど。なるほどね。でもいいよな。でも若い時からさ、ずっとさ、ヒデなんかもう年代別で代表でずっと出てきてさ、でもエスパの時もなんかユースの時、あれ一番最年少で出場した J リーグ。はい、エスパの最年少記録はまだ持ってます。まだ塗り替えられてないの？塗り替えられてないです。お、すげえね。1が一番あれってね、市川。そうです、市さんでした。そうやな、それ上回って17歳やったっけ。17歳。あと正樹さんとか山本とかも多分すごい高校生とかで多分出てたと思うんですけど、分かんないです。たまたま誕生日が9月生まれだったからあれだかもしれないですけど、うん、僕は。いやーすげえな。でもな、若い時からこうやって。でもさ、そういう時からさ、すっげえなって思う選手いる？今までで。カジさんじゃないですか。カジサポ。カジさんじゃないですか。カジサポ。うん。翔太と一緒やんそれ。じゃあカジさんが翔太と一緒なんすよ。いやいや俺違うって。岡山の時めっちゃ真面目やったやん。そのテンションが、そのテンションが。テンション違うって絶対。まあ一緒の選択ほんま。え、サッカー始めたきっかけ何やったんで？幼稚園の友達がエスパルスのサッカースクール体験プリントみたいなのなんかもらって、うん、一緒に行ってみようかって言って始めました。あのサッカーが好きで入ったとかじゃなかったんや。まあスポーツはすごい好きだったっていうのもありますけど、でもまだ5歳だったんで、サッカー始めたのが。5歳からあのあれ、そのヒサロ行ってたの？ヒサロは行ってない。あ、ヒサロ行ってないな。え、沖縄でめっちゃ痩せた？あ、じゃああのあれ日焼けしたの？いや、うん、変わらないっす。わ、変わらないのそれで。はい。ならなんなら今まだ冬なんで白い方。あ、白い方なのそれで。皆さん覚えといてください。これジグロですからね、これ。ジグロです。ヒサロ行ったら負けっす。負けやね、これ。話変わりますけど。憧れの選手とかいんの？憧れの選手、それはあれですか、うん、J リーグですか、世界的にですか？ J リーグでいい。 J リーグか、 J リーグ。やっぱりさ、今でも世界に向いてんのか、目が。やっぱりで世界やったらいんの？もうベルナルド・シューバーが好きです。あのシティの。うわー、今時やな。はい、めちゃくちゃいい選手です。いやー、ガスコインとか言ってほしかったな。ガスコインって誰ですか？嘘。ジェネレーションギャップ。27歳と42歳。何やったっけ、マイク・ベルナルド、マイク・ベルナルドやったっけ。誰憧れの選手？ベルナルド・シューバー。ああ、じゃあマイク・ベルナルドは K-1 の選手だ。あ、その選手ね。あ、じゃあもう何でもできる、パスでもシュートでもできるって感じや。もう何でもできるみたいな、はい、今の秀樹やん。もういやいやいや、まだ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 くらいです。ローラーやね、ほんま。なんか一個一個のジェネレーションギャップ感じます。いや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 。うわー、そうやな。でもまあ去年の活躍見てくれたらな、ほんまガンバでそういうプレー出してくれたら、ゴール前とかでさ、相当な、でも運動量いると思うからさ、はい、ちょっとほんま体だけはほんまちょっと気をつけてほしいな。ちょっと肉離れとかね、膝もやってるし、手がゴリゴリっすもん。そうやんな、もう2年近くやってないもんな、ほとんどな。まあちょっともうちょっとやけど、あの怪我に気をつけてちょっと頑張ってください。じゃあ、新しい、今年も、バージョンアップしました、コーナーに参りたいと思います。ロマンチックなことをしたことがある。ホテル予約して、ホテルの人にもいろいろ協力してもらって。富士山より君の方が綺麗だよ。言って言ってたな。言ってた。